おばあちゃん、おばあちゃん、これ何？少量魔だよ。少量魔？ナスやキュウリをこうして馬の形にするだろ。そうするとお盆の時期におじいちゃんがこれに乗って帰ってこれるのさ。わあすごい、僕も作りたい。マサル。ああ、おじいちゃん、おばあちゃん、おじいちゃんが帰ってきたよ本当に。うん、マサルの作った少量まで帰ってこれたんじゃがの。少量ま？ああ、おばあちゃんから聞いていなかったかい？馬の形をしたナスのやつじゃよ。ああ、あれか。うん、ちょっと見せてみなさい。これだよね。うん、改造しすぎなんじゃ。ビューン、うん、めちゃめちゃ早かった。おじいちゃんな、原付の免許しか持っとらん。7班以上は手に負えん。危うく転げ落ちるところじゃった。でもこっちの方がかっこいいよね。あのな、現世に来る途中、少量魔から転げ落ちると地獄の豪華に焼かれる決まりなんじゃ。へえ、だってこっちの方がかっこいいと思ったから。ああ、悪かった悪かったの、マサル。せっかくマサルが作ってくれたんじゃ。おじいちゃんは地獄の豪華に焼かれる覚悟でこれに乗って帰るとするよ。じゃが来年はもう少し安全に来れるものを頼んだぞ。わかった、マサル。ああ、おじいちゃん、今年も帰ってきてくれたよ、おばあちゃん、おじいちゃんが。少量魔を出しなさい。少量魔？うん、ナスのやつじゃ。去年も教えたじゃろ。ああ、あれか。うん。確かに安全ではあったがの。これだよね。うん、キャタピラは遅すぎる。バガン。うん、あと、わしら世代はこのデザインにあまりいい思い出がない。どういうこと？あ、いや、なんでもない。いや、とにかくだな。あまりに遅すぎて。ここに来るまでに2週間かかってしもうた。もうお盆終わっておる。だって安全に来れた方がいいと思ったから。悪かったの、おまさる。とにかく来年はもっと普通の少量までいいからな。わかった。少量魔を出しなさい。おじいちゃん、少量魔を出しなさい。少量魔？ナスのやつじゃ。何度言えばわかる。ああ、あれか。うん、出しなさい。これだよね。うん、ようやっと普通の少量魔が出てきたと思ったらの。お前これ、ぬか漬けのナス使ってないか。そうだよ。うん、これ先ほどまでおじいちゃんが履いていた桃引きなんじゃが、綺麗にナスの色に染まってしもうた。見てみ。もう、派遣お気に入りの桃引きじゃったんじゃ。え？だって美味しいぬか漬けができたから、うん、食べなさい。美味しいぬか漬けができたから少量魔にする。これいかに。まあまあ、とにかくだな、もっと快適に来れるもの、普通の少量魔でいいから。いや、でも人と同じ少量魔で果たしていいのかな。自分らしさって一体何なんだろう。お前思春期に入ってちょっと面倒くさくなったの。僕は僕らしく生きる。自分が自分である証を形にしたいんだ。うん、それは少量まで表現するものではない。うん、ばあさんも今年からこちら側の立場になって気づいたじゃろ、こいつの異常性に。今日はばあちゃんも一緒なんだ。うん、ちょっとマサル、今年の少量魔を出してみなさい。今年の少量魔ね。うん、まあそもそも今年の少量魔というワードがもうおかしいんだけどな。少量魔毎年一緒でいいんだから。で、確かに快適ではあったがの。もう少量魔かこれ。ジジイが乗るにはメルヘンが過ぎる。で、ばあさんに至ってはこれが初年度じゃぞ。じゃあさ、じいちゃんとばあちゃんには自分らしさっていうものはないのかい。俺みたいにこういう風に自分らしさ追求しちゃダメなのかよ。これはお前らしさではない、シンデレラらしさじゃ。もうとにかく普通のナスでいいんだ。普通のナスで。普通のナスのやつだったらさっき作ったよ。ああ、ちょっと見せてみなさい。この
メリーゴーランドタイプなんだけど。もう勘弁してくれ。